未来鏡実況プレイ始めていきたいと思います。さてエンド4つ取ってやるぜ。さあ調べよっか。引き出しとか調べろとか言ってたね。棚の中からメモが出てきた。うわこんな風にパスワードのヒント置いといちゃ危ないよな。じゃあお前はパスワードの管理どうしてるんだ。スマホのメモ機能残して同じだぞ。人のこと言えないじゃないか。同じようなことだよ。すげえ、伊織さんと茜さんの名前入りだ。仲がいいみたいだな。そうだね。そんくらいか。クローゼットで男物が入ってる。むつみさんがクローゼット調べてって言ってたな。写真撮っとくか。撮ったの？カシャとか何年だ。鍵がかかってる。むつみさんが調べてこいって言ってたのはこれか。4桁のダイヤル帳だ。伊織さんか茜さんの誕生日や。ああ、そっか。結婚記念日じゃない？ダメだ。開かない。そんな単純じゃない。どうするよ。開ける方法を探すしかない。で、こういうのってもう、すげえベッドふかふか、やめろ。遊ぶな。ちょっともふもふしただけじゃんかよ。いや、だってさ、お前らからしたらあんま知らない人のベッドをふかふかって言ってんでしょ。あんま良くなくない？旅行って新婚旅行にでも行く予定だったのかな？かわいそうに。旅行、どこだ？それよりこれ、11月1日に丸がついてる何の日だ？じゃあ11月1日だね。茜さんのパソコンのようだ。これは関係ねえな。1101。1101、結婚記念日か？やった、開いた。中は鍵と通帳。ラッキー、通帳見てこいって言われてたもんな。そうなの？これで目標は達成だ。早いこと帰ろうぜ。あと一つ、いつきさんから頼まれたことが残ってる。いつきさんなんか言ってた？テレビ台にあるアルバムだ。写真？よし帰ろう。おい。写真が変わってるかどうかってこと？通帳じゃなくて、生徒手帳。そっか。生徒手帳渡してなかったら、フォトアルバムの最後のページが変わってたりするのか。偉大気な青年にとんでもないことをさせますね。やると決めたのは彼ら自身です。なんだかんだ言って、二人とも困ってる人は見過ごせないのでしょう。二人のそういう部分を分かっていたら、から、消しかけたんでしょ。今度から狐さんって呼びますね。褒め言葉ですかね。ま、それもありますが、二人はあなたのことを姉のように思ってるのかもしれません。詳しくは知りませんが、特に陽介くんはあなたが来てからとても楽しそうです。私は兄一人だけで手一杯です。そんなこと言われたら愛着が湧くじゃない。あんたたちとは夢の中だけの関係なのに、これからずっと続いてっちゃうのかな、こっち側の世界で。私が過去に戻るか、茜が幸せになるかで選ぶことになっちゃうのかな。僕は少し羨ましいです。何がですか？あなたや陽介くんたちみたいに大切な友人がいることがです。いや、むつみさん、もう私たちはもうこれから友人っていうことにするじゃ。どうする？週末カフェでも行く？メロンパンが美味しいパン屋さん探す旅に出る？むつみさん友達いないですもんね。意外にすぐ切れるし腹黒だし残念男子ですもんね。そうかもしれませんね。いつもなら蛇が首を絞めるみたいにねちっこく言いかしてくるのに。冗談ですよ。むつみさんにだって友達がいたって一昨日言ってたじゃないですか。いましたよ。友人であり相棒でした。相棒？僕は昔警察官だったんです。そうなんだ。警官？じゃあなんで探偵に？かけがえのない友人で相棒だと思ってた彼に裏切られてしまいまして。むつみさんを出し抜ける人なんているんですね。驚愕です。僕を化け狐かなんかだと思っています？その化け狐を化け狸はどうやって出し抜いたんですか？あの時は僕も若くて無知だったんです。だから判断を誤った。彼は汚職をしていたんです。なあ頼むよ、むつみ。このことは誰にも言わないでくれ。これきついな、こんなこと言われたら。それは無理です。上に報告させてもらいます。髪の色もちげえな。頼むよ。俺たちずっと一緒にやってきたじゃないか。ひよっこのお前を育てたのは俺だ。何事件も二人で協力して解決した。そんなのを今出すんじゃねえ。寝る時間も削って二人で小付き合いながら張り込みしてたよな。俺がコンビニでパン買ってくるとお前いつもまたメロンパンですかって文句言いながらそれでも全部食べてくれたよな。そうなの？むつみ、お前忘れられてねえな、このことを。俺たちは二人で一人。俺はお前が何よりも大事だ。これから二人でずっと一緒にやっていきたいんだよ。いや、だからこそだよ。だからこそお前が道を外れるようなことがあるなら俺は殴ってでもお前を止める権利があるんだと思うんだよ。でもこれは犯罪です。僕はあなたにこれ以上罪を重ねてほしくない。
もう死ねえよ。これで最後だ。これからはちゃんとする。だからな、頼むよ、むつみ。俺の相棒。こんな時に相棒って言ったら、その相棒っていう言葉がさ、安っぽく聞こえねえかな。僕は迷ってしまった。大切に思う人ならなおさらきちんと向き合うべきだったのに。その翌日、彼の行いは露呈しました。その時彼は汚職の仲間として僕の名前を挙げたのです。なんてやつだよ。濡れ衣を着せられたってことですね。そして僕は警察官という職を失いました。仕方ないと思っています。すぐに告発しなかった僕にも非があるのですから。彼の言葉に揺らいだ時点で警察官としての資格はありません。そうかな。大切な人の言葉だったなら、少しは揺らぐものじゃないかな。後悔してるんですか？どうでしょうね。告発していても後悔してたかもしれません。こんなさ、大事な相棒がこんなさ、無理難題なさ、二択を差し迫ってくるんだからもうしょうがないよ。いや、しょうがない。これはしょうがない。次は守れるといいですね。え？その時の仲間は守れなかったけど、次は守れるといいですね。どうやって守ろうか。10年前に戻って、ムツキと出会うのか。仲間？ムツキさんには友達はいません。なんてだって性格に難がありますからね。でも仲間ならいますよ。陽介くんにリクくん。それに私です。リクくんって呼んでる。大丈夫ですよ。過去にたくさん傷ついて、たくさん学んだ今のムツミさんなら、次はきっと大切なものを守れますよ。違いますよ。あなたは仲間じゃありません。僕の依頼人です。じゃあこの依頼が終了したら？そうですね。その時は仲間と呼んであげてもいいかもしれません。上から目線だな。そんなんだから友達できないんですよ。できなくて結構です。僕には仲間がいるみたいですから、うまい、返し。いい関係性だね、私たち。おい、むつみさん、ゲットしてきたぞ、カワギ。はしゃいでんな。クローゼットと通帳の写真も撮ってきました。ありがとうございます、二人とも。いつきさんから頼まれたアルバムの写真も確認してきました。長い茶髪女性の後ろ姿の写真はアルバムの一番後ろのページにありました。ありがとう。この間見たのは見間違いじゃないかったと確認できた。気になるのはカレンダーの印だよな。11月1日に丸がついてて、それが引き出しの上の暗証番号なんだった、んだよ。何の日だろう。結婚記念日？むつみさんは鍵と写真を確認する。やはり間違いない。あかねさんがいるのはあのアパートの下の階の部屋です。そうなんだ。じゃあ何？どういうことだ？説明してる時間がありません。この鍵はおそらく下の部屋の鍵。中に入って調べてきます。りくくん、いおりさんの方は？いおりが犯人なのか。むつみさんに言われた通り、コウモリ除けを外部から施すので、しばらく外に出ないでくださいと伝えました。代わりに偽の鍵も置いてきたので、しばらくはしのげるかと。ちょっと待てよ。ってことは、あかねさんの失踪事件の犯人は？あかねさんの婚約者、工藤伊織です。なぜ？嘘だろ。リク、お前気づいてたのか？ああ。むつみさんがもう一度伊織さんとあかねさんのアパートを調べようと、あえて僕たちを行かせた時から。お前、名探偵の素質あるぞ。マジか、全然気づかなかったな、あいつきさん。私に振るな。私まで陽介くんと同じレベルみたいじゃないか。いや、普通のレベル、そこが。そこが普通のレベルなんで、こいつらがちょっとすごいだけなんで。じゃあ、三人はここで見張りをお願いします。むつみさん、私もついていったらダメですか？僕がいいと思います。そうだね。あかねさんが死んでる可能性あるもんね。私も友達を失いたくないんです。でも、むつみさんが私を足手まといだと判断するのなら諦めます。ハンカチ噛んで聞いて言いながら、あなたを見送ります。あなたはハンカチなんて持ってないでしょ。わかりましたよ。よくわかってんな。ありがとうございます。ずるい人ですね。あなたは僕の断りづらいところをついてくる。いいですか？僕の指示には絶対に従ってくださいね。はい。じゃあ二人とも、いおりさんが出てきたら電話をワンコール入れて切ってください。それ以外は緊急事態は2コール以上。逆に僕からかけた場合はワンコール切りは警察に通報。2コール以上になった時は出てください。30分以上連絡がなく僕が戻ってこなかったら、この場合も警察に連絡してください。わかりました。くそ、俺も生きてえけど。陽介くん、心配いりませんよ。リクくん、あとは頼みます。いい関係性。じゃあ行くか。事件の本質を。伊織さんが犯人。本当にそうなら、茜どんなに悲しむだろう。それにどんな理由で茜を。伊織さんと私が不倫してたのかな。開きました。やはりここで間違いない。入りますよ。
ぐらいですね。通知を見る限り電気も通していたようですが、つけないでくださいね。気づかれてしまうかもしれない。むつみさんはスマホの明かりをつける。あたりを調べましょう。ドキドキしてきた。やるか。下駄箱だ。中身は空っぽ。生きてるよな。うわぁ。音でバレちゃわん。食器棚だ。開いていた食器棚から古い食器が落ちてきたようだ。食器の破片を手に入れた。シンクだ。コンロだ。ほー、どうする。開かないね。ベランダがどうのこうのって言ってたの。ベランダには何もない。何も入ってない。あ、いけんだ。うわ、こわ。体、蜘蛛の巣が張っている。うわ、棺桶みたいなのがある。何も入っていない。うわ、やっぱ殺されてんの。いや、きつすぎるってこんな。はぁ、マジかよ。これは？開けない。いや、きついって。室内を調べよう。マジ？生きてる？ね、生きてんの？動けないとか言ってたもんな、でも。なんか眠らされてんのか。開けよう。私は恐る恐る横たわるロッカーを開けた。あかね。予想通り、そこにはあかねの遺体が横たわっていた。外傷はない。まるで眠っているかのようだ。りくくんに連絡します。うわぁ！スタンガンか。なんだ、一体どうなって。気を失っていたのだろうか。状況が理解できず目を開けると誰かの足が見える。うわ！やっとお目覚めかな、いつきちゃん。いおり先輩。動こうとしてやっと両手を後ろに縛られていることに気づく。足も同様に左右一つにされ、足首で縛られていた。むつみさんは？見渡すとすぐ隣に私と同じように拘束されたむつみさんが気絶していた。まだ殺してないよ。これの暗証番号を教えてもらわなきゃいけないからね。それと大声出さないでね。君たちなんてすぐ殺せるんだから。そう言って伊織先輩がこれ見よがしに振ってみせるのはむつみさんのスマホ。それにしてもびっくりしたな。ここを嗅ぎつけたこともだけど、よくあの燃え盛る小屋から生きて出られたね。スタンガンで眠らせて、さらに手錠まではめたのに。どうして私たちを殺そうとしたんですか？邪魔だったからだよ。アカネからの依頼でこの探偵は俺の周りを嗅ぎ回っていたし、君はアカネに頼りにされていた。アカネから聞いたんだ。同窓会の後君と二人で飲みに行って、その時に嫌がらせを受けていることを相談したって。いおりに？どうしてアカネは他の奴なんかを頼るんだろうね。俺がいるのに。俺だけがアカネの味方なのに。アカネは俺だけを見てればいいんだ。そうなんだよな。これちょっと思ってたんだよね。ちょっと思ってたんだけど、そんなわけねえって思っちゃったわ。いいやつそうすぎてこいつが。だからこんなとこにアカネを押し込めたんですか？そうだよ。だってアカネ俺の言うこと全然聞いてくれないんだもん。だからアカネには俺しかいないって体の芯まで分からせようと思ったんだ。嫌がらせをして弱らせたところで俺が手を差し伸べる。そうすればアカネにとって俺は危機を救ってくれた王子様。アカネの深い愛と信頼を得られる。それなのに俺に頼らずにこんな奴らに相談して、だからここに閉じ込めてやったんだ、お仕置きさ。今も未来もあなたは変わらないんですね。アカネのこと全く見ていない。アカネはいつだってあなたに心配かけたくないから、大好きだから、それだけなのに。君にアカネを語られたくない。お前よりかは随分知ってるわ。ところでいつまで気絶したふりをしているの？とっくに目は覚めているのだろう。むつみさん、時間稼ぎのつもりだったんだろうけど残念だったな。さあ、君のスマホのロック番号を教えてくれ。騒がないでね。大声出したらいつきちゃんを殺す。ロック番号を教えるのを拒否しても殺す。さあ、番号はいくつ？ 0909 です。よし、解除できた。くそ、むつみさんの足手まといにはなりたくなかったの。さっき来た害獣駆除者も君たちの仲間なんだろ。外で俺を見張ってるってことかな。だから玄関は使わずベランダから降りてきたんだ。そういうことか。そして君たちに何かあったらきっと彼らが警察に連絡しちゃうだろうからね。君のスマホで彼らにメッセージを送っておくよ。彼らの名前は、嘘はつかないでね。返信ですぐにバレるから。リクという名前です。リク、ああ、これだね。君友達少ないな。すぐ見つけられたよ。ここには何もなかったです。犯人はくどいおりじゃありませんと。さあ、これで返事を待つだけ。語学のために教えてくれるかな。どうしてここを嗅ぎつけたか。俺何かミスしたかな。
最初に怪しいと思ったのはクローゼットの衣類です。いつきさんからは同窓会の写真を見せてもらって気づきました。あなたは茜さんは同窓会に行ったきり帰ってこないと言った。なのにクローゼットに同窓会で着ていた服が入っているのはおかしい。あ、あれ茜ちゃんなんだ。あの美しめの女の人。洗濯物も干さずポストに溜まりっぱなしのチラシ類。人の出入りもなければ夜明かりもつかない。人が住んでいるようには見えな、人が住んでいるようには思えないんですよ、この部屋は。何より高級通りのあなたがわざわざ事故物件を選ぶ意味。職場が近いわけでも何でもない。いくらあなたでも苦しかったからですよね。普通のアパートで二部屋分の家賃を払うのはそうなんだ。棚の鍵を開けてこの部屋の鍵を取っただけじゃなく、通帳も確認したんだね。家賃の引き落とし額を。大家さんに同じ日に上下の部屋が埋まってしまったことも聞いています。それ以上の個人情報は教えてもらえませんでしたが、仮説を裏付けるには十分でした。そっか。二部屋借りればやりやすいと思ったのに、もっと慎重に動かなきゃダメってことだね。次から気をつければ次があんの。なんなのお前。あ、返事が返ってきて、わかりました。では僕たちは事務所に帰っています。だってさ。話ができて楽しかったよ。でももう君たちはいらないよ。イオリ先輩はスタンガンを近づけてくる。再び眠らせて私たちを殺す気だ。このままじゃ殺される。何かない。せめて時間稼ぎができる方法。えい、確証はないけどかけるしかない。私は震える唇を開いた。イオリ先輩が昔手帳に入れて大事に持ってた写真。あの写真の秘密私を知ってるんです。私知ってるんです。ああ、そういうことか。あの後ろ姿は、アカネちゃんじゃねえんだな。先輩の動きが止まる。しかし、それも一瞬のことで。出任せだろ。あの人のこと君が知るわけがない。知ってますよ。あの写真に写っているのは。イオリ先輩のお母さんですよね。そうなの。この間、見たアルバムは新しい順に並んでいた。父親と写っている写真の後、最後のページにその写真は飾られていた。つまりあの写真は伊織先輩の幼少より前の写真。幼い頃に離婚した先輩のお母さんの写真だと思う。少なくとも先輩は茜や美奈子先輩のことをあの人なんて言わない。ああ、そういうことね。カレンダーに印がついている11月1日は先輩のお母さんの誕生日。うわ、そうなんだ。よく知ってんな。引き出しの鍵の暗証番号にそれを使ったのも写真をずっと持ち歩いていたのも。先輩の大切な人は今も昔もお母さんだから。お願い、会っていて。そんなことまで調べていたのか。よし。茜さんから依頼を受けた時あなたのことも調べました。あなたのお母さんはあなたが幼少の時に離婚している。それ以降一切連絡を取ってない。そういうことか。ちょっと待って。じゃあむつみのさ、俺がなんか写真撮ったやつにさ、お母さんの誕生日とか書いてあったってことか。本当だ。工藤彩子、伊織の母、1966年11月1日生まれ。気づけないよ。こんなの。俺じゃ気づけない。伊織先輩の様子を見て、睦美さんも話を合わせてくれている。先輩のお母さんが今どこにいるのか知りたくありませんか？本当は居場所なんて知らないんだけれど。母さん。知りたいならこの校則を解いてください。ふふ。ふははは。嘘が上手だな、いつきちゃんは。嘘じゃありません。お母さんの今の居場所か。その問いに答えがあるとすればそれはお墓だ。もう亡くなってるってこと？お前が殺したってこと？父さんとお母さんが離婚した時俺は幼くて、覚えているのは優しい声と俺の顔にかかるくらいの長い茶髪。父さんはお母さんのこと何も教えてくれなかったから、成人してお母さんを探していたんだ。何も情報がなかったからすごく時間がかかった。そうしてやっと見つけた時、お母さんはすでに亡くなっていた。一年前に病死したみたいですわ。結局俺は顔を見ることもできなかった。残ったのは父さんが昔に撮った写真だけ。お母さんのことを恨んでるんですか？それとも。両方だよ。お母さんが大好きだった俺の全てだった。でも、あの人は俺を捨てていった。離婚した後一度も会いに来てくれなかった。いや、なかなか難しいんじゃないの？いおり、私のいおり、大好きよ。大丈夫、あなたにはお母さんがいるから。いつでも一緒よ。いつでも、私だけはあなたの味方よ。いおり大好きよ。なるほど。茜はそっくりなんだ、あの長い髪色。髪って、もしかして茜も美奈子先輩もその前に付き合ってた人たちもお母さんと同じ茶髪で長髪だから。美奈子の時失敗したから茜には散々言って聞かせたんだ。髪を切らないでって。なのに茜髪を黒なんかに染めて結婚前に俺の父さんに会うから印象悪くないようにって。美奈子先輩は振られたから髪を切ったんじゃなく、
髪を切ったから振られたんだ。なるほど。俺の言うこと全然聞いてくれないんだ。やっぱりちゃんとしつけないとね。お母さんみたいに俺を捨てていってしまわないようにするためにも、なんでだよ。だってさ、あかねちゃんはお前のこと愛してたんじゃないの。話しすぎちゃった。お母さんのこととなるとついね。じゃあそろそろお別れだ。今度こそちゃんと殺して証拠も消すよ。今度こそお手上げだ。そう思い身構えたとき、ぷつりと何かが切れる音が隣からした。むつみさんが立ち上がる。その手足は拘束は断たれ、床に落ちていた。お前いつの間に拘束を。僕の優秀な依頼人が時間を稼いでくれましたので。いおり先輩はむつみ先輩に襲いかかる。スタンガンを食らわせようとした。その手に向かって、むつみさんは何か鋭利なものを投げ、それは見事スタンガンを捉え携えた先輩の手の甲に刺さる。さっき拾った食器の破片、拾っててよかった。それで手足の拘束を断ち切ったの。あ、拾ってなかったらもうゲームオーバーだったの。取り落としたスタンガンを拾い上げるように先輩の腕はむつみさんを掴んでひねり上げる。そして、あー、見たことある、これ。先輩の体を床に押し倒す。出会った時私にしたような慣れた所作で腕を後ろで締め上げた。い、離せ。形勢逆転というやつですね。観念してください。ここから僕の技を外した人は一人もいませんね。くそ、かっけえ、かっけえ、本当に。あ、警察呼んでくれてたんだ。大丈夫ですか。警察、そんな、どうして。倒れている男の外見、通報のあった青年からの情報と一致している。確保しろ。くっ、うわ、ハッピーエンドだ絶対。いや、ハッピーじゃない。だって茜が死んでるもん。なぜか突然現れた警察にむつみさんは先輩を引き渡す。そっか、でもそっか、もしもこれでさ、この後過去に戻れたとして、あかねちゃんをなんとか説得して先輩と別れさせて、先輩と引き離したとして、そしたらもうこいつらには会えないんだ。助かりましたね、むつみさん。映画みたいでした。運が良かっただけですよ。危ないので真似しないでくださいね。しませんよ、というかできないし。でも記憶力は素晴らしいですね。いおりさんの母親の誕生日、僕の調査ファイルの内容を覚えていたのですか。数少ない特技なので。そうなんだ。10年前からの記憶は忘れてるのに記憶力はいいなんて、なんだかおかしな話ですね。そういえばそういう設定だった。むつみ、相変わらずお前は正義感だけで突っ走ってるみたいだな。同僚、あなたは。え、お知り合い。僕の警察官時代の先輩です。話は後だ。拘束を解く。お前そこのロッカー内を調べろ。はい。そっか、全部分かって解決したけど、茜はロッカー内に女性が1名、まだ息があります。あるの。え、このタイミングで茜も10年後に来てたの。私とむつみさんは警察に無事保護された。ロッカー内に監禁されていた茜は生きていたようで、病院に運ばれた。いおり先輩によって3食食事を与えられていたが、体が弱って気を失っていたようだ。長い間ロッカー内に閉じ込められていたので、茜は自分が棺桶にいるのだと勘違いしてしまったのだ。いおり先輩はなすすべなく、そのままおとなしく手錠をされた。先輩はパトカーに乗る寸前、アパートを振り返って、何かを愛おしむようだったその瞳は、茜に別れを告げていたのかもしれない。むつみさん。いや、助かった。ありがとな、お前ら。むつみさん、いつきさん。無事でよかった。怪我とかしてないですか？大丈夫ですよ、陽介くん。おかげさまで。無茶をするのは陽介だけにしてください。こっちの神経が持ちません。二人が警察を呼んでくれたのですか？ああ、リクがむつみさんからメッセージ見ておかしいって言ってすぐに呼んだんだ。むつみさんは何かあった時は2コールで電話連絡すると言ってました。なのにメッセージが来る時点でおかしい。異常事態と判断しました。お前は切れ者だな。ありがとう。おかげで助かったよ。もうほんと死ぬとこだった。私もむつみさんも、そして茜も生きていた。本当によかった。出たよ、悪い癖だよ。一番いいエンドから取っちゃうんだよな、俺って。むつみ。先輩。お前が探偵やってることは調べて知っていた。ずっと気になっていたからな。今さら僕のことがですか。お前は汚職をするような奴じゃない。俺やお前と付き合いの深かった奴ら、数名はそれを分かってる。でもあそこまで騒ぎが大きくなると上もああするしかなかったんだ。先輩たちのせいじゃありませんよ。僕の自業自得です。なあ、戻ってこいよ、むつみ。え？上には俺たちが掛け合う。お前は何もやってない。お前が戻ってこれるように話をつけてやるから戻ってきてくれよ。
俺に罪滅ぼしをさせてくれ。よくわかんねえけど、むつみさん警察になっちゃうの？じゃああの事務所は俺嫌だよ。陽介少し黙れ。むつみさんが決めることだ。お前は嫌じゃないのかよ。むつみさんと一緒に働けなくなるの。あの事務所がなくなるの。なあ、むつみ。嬉しい申し出ですが、僕は戻る気はありません。仲間がいるんでね。なぜだ？汚名を晴らすチャンスだ。生活も今より楽になるだろう。大切な相棒を僕は守れませんでした。その罪は消えさずに背負っていきたいんです。次はちゃんと守れるように。私が言ったセリフ。先輩の言う通り依頼が少なくてなかなか厳しい生活ですが、これはこれで気に入ってるんです。救った人の笑顔をすぐそばで見られる。この仕事も。だから僕は戻りません。そうか。わかった。残念だがもう戻ってこいとは言わないよ。大切なもの。また見つけられたみたいだしな。だが事情聴取には来てもらうぞ。さあ二人ともパトカーに乗って。はい。開けてくれたパトカーのドア。後ろの座席に乗ろうとしたとき、ぼんやりと意識が遠のいていくような感覚がした。これって。戻れたんだ私。もうすぐ目が覚める。どうしました？もしかして気分が悪いんですか？心配そうに私の顔を覗き込んでるむつみさん。彼とはもうお別れなのだ。そうだね。次会えるのは10年後になっちゃうもんね。私とむつみさんが出会ったのは、いおり先輩があかねを監禁したからだ。このまま過去に戻ってあかねに真実を伝えたら、この未来は変わる。やっぱりな。やっぱりな。私たちは出会わなかった未来に。最悪な未来だったけど、むつみさんと会えたことで私たちの運命は変えられた。目が覚める前に伝えないと。むつみさん、どうしました？僕にできることがあれば言ってください。メロンパンばっかり食べてたらダメですよ。お元気で。え？素直じゃないな。きょとんとした彼の顔が一瞬見えて、私の視界は安定した。ありがとうむつみさん、っていう意味だったんだろうな。戻ってこれたな。見慣れた天井、嗅ぎ慣れた匂い。やったよ、アカネ。助けれた。大事な親友を。救急車呼ばれてない？ん？何か聞こえる。救急車のサイレン。近づいてくるけど。まさか。無事に現実に戻ってこれ。事件も解決した感傷に浸る間もなく、私は救急車を呼んだ母と共に救急隊にひたすら謝った。なんと夜まで眠っていたらしい。どうせならサイレンじゃなく、かっこいい王子様のキスで目覚めたかったとつぶやいたら、母に大目玉を食らった。そしてその日、私は茜に全てを話した。茜は信じられなかったようであった。おそらく相当ショックだったと思う。私は伊織先輩と別れることを強く勧めたが、茜はそれをせず、なぜか姿をくらました。もう一週間連絡が取れない。茜の両親も私をものすごく心配した。何のためにどこへ行ったんだろう。警察には連絡しないでくださいと置き手紙が残されていたそうだが、さすがに我慢も限界に達しそうになった頃、茜から連絡が来た。お母さん探してたの？茜のやつ、一週間もどっかほっつき歩いて、かと思ったら急にこんなとこに呼び出してどういうつもり？でもお母さんさ、見つけたからって解決する話なのかな、これ。茜。ごめんね、いつき。心配かけて。あんたどこ行ってたの？お母さんたちも心配してたんだから。やっと見つけられたんだ。何よ。あかね。よかった、無事で。いおり先輩、全然連絡できなくてすいません。どこに行ってたの？探してたんです、先輩のお母さん。え？やっと見つけました。会って話もしてきたんです。これが住所と電話番号です。そう言ってあかねが差し出した紙を、いおり先輩は恐る恐る受け取る。ちょっと早いけど誕生日プレゼントです。おしゃれ。お母さんがここに。いやでも、あかねにも、誰にもあの人のことは話してないのにどうして。いろいろ知ったけど、やっぱり私、先輩のこと大好きなんです。これで先輩がこれからの道をまっすぐ歩いていけるかわかりませんが、お母さんと会って話してください。あかね。いおり先輩、短い間でしたけどありがとうございました。私と別れてください。うわ、泣いてんなお前。いおり先輩は何も言わなかった。あかねの覚悟を決めた表情を見て何も言えなかったのだろう。お母さんに会ってくるよ。本当に俺を捨てたのか、ずっと聞くのが怖くて探せなかったけど、あかねが勇気をくれたから。ありがとうあかね。さよなら。だってあかねちゃんと付き合ったのもお母さんの面影を追ってだもんね。
本当に私のことを好きになったらまた戻ってきてよ。何か言おうとして足を止め、しかし何も言葉にはせず、伊織先輩は歩いていった、まっすぐ先へ。ああ、じゃあ、よく頑張りました。10年後のさ、10年後の私は、あかねちゃんが伊織に相談、だから受けてたんだ、相談を。だって同窓会に行ってたんだもん。だからあかねちゃんから相談を受けてたから、でも、こうやって過去に戻れたりするのは、自発的じゃないっていうか、自分で操作できなかったわけなんだよ。未来のいつきちゃんは。だから、紙に別れろって言って、ああいうことしかできなかったんだ。別れさせたかった理由は、あかねちゃんを思う気持ちからなんだ。うん。あかねは、カバンから綺麗にラッピングされた箱を取り出す。ゆっくり丁寧に、包装を剥がして出てきたのは時計だった。数字の部分が動物で書いてある、見覚えのある置き時計、未来の世界で二人の寝室に飾ってあったものだ。誕生日プレゼント、本当はこれをあげようと思ってたんだ。二人の時間を刻んでいこうって、そういう意味を込めて。でも冷静に考えると、ちょっと重いよね。そんなことないよ。素敵だと思うよ。でももう必要ないから、ここに埋めるの。私の思いと一緒に。そう言って茜は持ってきていた小さいスコップで穴を掘り、そこに時計を埋めた。ありがとう、いつき。ありがとう。いつきにも見届けて欲しかったから。うん。お礼を言われる資格はないよ。私未来を見る前から聞いてたんだ。伊織先輩の悪い噂。先輩と付き合った子は嫌がらせを受ける。おそらくそれは伊織先輩の自作自演だろうと今ならわかる。茜が先輩と付き合うと言った時、伝えるべきだったのに、所詮噂だと思ったし、茜の笑顔を見るとどうしても言えなかった。そうだよね。それに茜の家のポストに別れろって手紙入れたのも私だと思う。伊織先輩が犯人だと気づいた未来の私が茜を救うために私の体を使ってやったんだろう。うん、いつきのおかげで私も先輩も違う道がある、歩ける。ありがとう、いつき。お礼なら私にじゃなくて。うん、なんでもない。茜の言う通り、あのおまじないやってよかったのかもね。自分をありのまま映し出す鏡。この出来事があったから私は自分を見つめ直すことができた。さあ行こう。一週間分のノート、しっかり取ってあるからちゃんと映しな。ええー、ここから二人の未来を作っていこう。枕元の鏡を外すと嘘のように未来の夢を見なくなった。茜もすっかり元気になって私たちは元の生活に戻る。そしていくうちにだんだんこの出来事が夢のような記載してくる。でも私たちの未来は確実に変わり始めていた。運命的に出会えたりする？それから時は流れて、10年後。ああ、やっぱり10年前に見たあの夢本物だったんだ。高校の頃見た夢と何一つ変わることなく、既視感のある建物はそこにあった。繁盛しているとはとても言えない雰囲気までそのままだ。こんな今にもな、潰れそうな店で探偵として働くなんて、安定とは程遠い人生を送ることになるだろう。私が昔目指していた仕事とは程遠い。ああ、なるほどね。それでも、かっこいいって思っちゃったんだから仕方ないじゃん。地道に真実を求めて問題を解決する、そんな仕事をかっこいいと思ってしまった。やりたいと思ってしまった。だからここに来た。苦しい生活になるかもしれない。たくさん失敗もするかも。でもそれでもいいじゃないか。つまずいても、生きてさえいればまた歩き出せる。私は深呼吸をし、思い切ってインターホンを押す。しばらくしてドアが開き、見覚えのある人物が顔を出した。どうやって話そうか、ここへ来るまでいろいろ考えていたが、いざとなればそれも全て吹き飛んでしまう。だからたった一つだけ、飛んでいかない強い思いを伝えよう。私は大きく息を吸って口を開く。家の中からは甘いバターの香りがした。なんて言ったの？なんて言ったのか教えてよ。わあ。なんて言ったんだろうね。メロンパンばっかり食べてたら体壊しますよって言ったのかな。わあ、いいゲームだった。もうエンディング残り3つ取らなくてもいいんじゃねえかな。いや、素敵なゲームだったな。まあ、主人公が犯人ではないだろうなと思ってたけどね。ただまさかね、伊織さんが犯人とは思わなかったな。まあ、奈穂ちゃんも犯人っていうのはあまりにも突拍子もない話だなとは思ったけど、
深読みしたな。あかねちゃんの自作自演かなとか思ってたんだよな、途中から。なんかね、本当はいつきちゃんにずっと嫌がらせ受けててみたいな感じなのかなとか思っちゃってたな。あー、ちゃんと働いてるわ、探偵事務所で。またメロンパンばっか食ってるわ。またこの実況撮り終わったらメロンパン買いに行くだろうな。いや、素敵なゲームだったな、本当に。ハッピーエンド、変わりゆく未来。将棋指してるわ。メロンパン盗んでるよ。メロンパン盗まれてるよ。あ、おまけとか見ていいのかな？まだ早いよね。いや、まだ早いね。まだ早い、絶対。だって、あと、3つエンディングがあるから。というわけで、どうしようかな。このままエンディング3つパパパって取れたりすんのかな？まあ、なんとなくわかってるところがあるんで。どこだっけ？一応、確証があるっていうか、エンディング分岐するなって思うのは、同窓会に出席しないでと、多分最後に皿の破片を拾わないだと思うんですよ。それなんで、まずは同窓会に出席しないでと言ってみようか。でもこれ、犯人がいおりさんだからさ、出席しなかったら変わらないんだよな、何も。バカね、10年後の同窓会には出席しないで。そうすればきっと茜は死なずに済むはず。早計だったな。成長したみんなを見られないのは寂しいけど分かったよ。これでいいのかな。いつき、先に寝てて。過保護すぎる母の声がそうせかす。有無を言わさず私が寝るベッドは今日もそこ、ここだ。親と寝るなんて小学生ですか、私は。あ、変わんねえ。こっからまた、進んでいくのかな、未来が。最後の夢だって書いてあるな。あ、全然違う世界だ。あれ？何ここ？むつみさんの事務所じゃない？なんで外に出てるんだろう？事務所に戻ろう。え？まだまだ続きます？パンパンパンって撮れるかなって思っちゃったわ。じゃあむつみさんとも出会ってねえのか？多分。ただ嫌がらせは受けてるっていう話は聞いてた。あ、ここか、事務所。あれ？鍵がかかってる。むつみさん？出かけたのかな？あ、私のこと知らねえのかな？あ、二人ともお帰り。鍵持ってる。むつみさん中にいないみたいで。どうしたの？あ、もしかしてむつみさんに依頼ですか？え？せっかく来ていただいたところ申し訳ありませんが、ハイダには先日亡くなりました。あー、そっか。一人で、だから、あれだもんね、同窓会に行った帰りに、私と、むつみさんが、手錠をはめて、みたいなくだりあったけど、あそこで死んじゃったのか、殺されたのか。は？何言ってんの？むつみさんは昨日まで。まさか。二人とも私のことわかる？すいません、存じ上げません。もしかして、ハイダに何かご依頼中の方でしたか？そんな、未来が変わってる。むつみさんは本当に死んだの？はい。山小屋で焼死体で見つかりました。そんな、どうして？こっちが聞きてえよ。クソ、むつみさんクソ。私と初めて出会った山小屋。私がここに無事でいるってことは、彼一人そこに監禁され逃げ出せずそのまま死んだのだ。私がむつみさんに依頼したのは、有明茜と同じ内容です。二人は何か聞いてますか？その件は調査中でした。でも依頼主の有明さんも行方不明になってしまって、むつみさんも今、いない今、これ以上何もできない。こんなに未来が変わってしまうの。やっぱり茜は死んでしまうの。これから遺品を整理するとこなんだ。だから悪いけど帰ってくれ。帰ってくれよ。陽介、この人に当たってもしょうがない。もうむつみさんは帰ってこない。きつ。きついわ。むつみさんが死んだなんてこんなひどい未来って。その後私は何も考えられず空を見上げていた。むつみさんを信じていればこんなことにはならなかったかもしれない。後悔しても仕方ない。私は再び歩き出した。むつみさんは真実をつかもうとしていた。彼がいない今、私一人で調べるしかない。茜はどこにいるのか。茜とむつみさんを殺したのは誰なのか。絶対突き止めてやる。茜とむつみさんの仇。私は鏡を使って何度も未来の世界の夢を見た。何度も何度も。
真相をつかめるまで何度。うわ、きついな。で、10年後になっちゃったの。先生どうなんですか、いつきの容態は。わ、すべてが、昏睡状態のようです。眠り続けてどのくらいですか。もう1週間です。最初は夜中徘徊したり何かを必死でやろうとしていたんですが、最近はパタリと。全く動かなくなって、それでも、時々名前を呼ぶんです。むつみさん、あかね。先生、いつきはいつ目を覚ますんですか。いろいろ検査してみましたが原因がわかりません。明日目覚めるかもしれないし、一生目覚めないかもしれません。そんな、いつき、きつい。何もかもが悪いエンドじゃねえか。バッドエンド1、夢に眠る。わかってたよ。わかってはいたんだよ。ここはダメだな。この破片を取らない。で、行こう。結局は変わっちゃうんだろうな、まあ、開けて。あと一個は、やっぱ、あれなのかな。生徒手帳渡す渡さないだから、結構、やっちゃうのかな。やっちゃうとか、結構時間かかっちゃうかもね。生徒手帳の存在があるから、ここまでたどり着いてんだもんね。いや、本当にお前、許さねえからな。これだから縄をほどけなかったってことなんだもんね、絶対に。で、警察も来んのも遅かったってことだもんね。きついな、これは。縄はほどけてないんだろうな。うわぁ、さようなら。うわぁ、単純に殺されるだけだった。う、体中が痛い。スタンガンで再び気絶させられた後、目を覚ますとあたりは湿っていてすごく寒い穴の中だった。光が差し込んでくる、上を見上げる。今度は簡単に逃げられないように、深い穴を掘ったんだ。君たちが俺を嗅ぎ回ってる間、俺だって何もしなかったわけじゃないんだよ。両手をひねり、なんとか拘束を解く。起き上がって這い上がろうともがくが、捕まるところもない絶壁で、爪は虚しく土をかくだけに終わる。無駄だよ。掘り返されたり這い上がってこれないように数日かけて深く掘ったからね。えぐこいつ。周りを見渡しては何もない。気絶したむつみさんが横たわっている。むつみさん、起こしてやるなよ。気絶したままの方がきっと楽だよ。そう言っていおり先輩はスコップで土を放り投げる。う、がは、やめ。最初は自分とむつみさんを覆うとする土を振り払う元気があった。しかし土はだんだんに体を覆い尽くし、払っても払っても顔に降り注ぐ。うわぁ、きつすぎるだろ、これ。拭いきれなかった土は鼻に、口に、入り込み、むせ返る。いやぁ、きついきつい。咳込んでも出しきれない量の土が気管を塞ぐ。涙なのか鼻水なのか唾液なのかわからない。それらを撒き散らしながら必死で酸素を取り込もうとあがくが、入ってくるのは土ばかり。いやぁ、きつ。おやすみ。いやー、悪いエンドしかね。というわけでここまで戻ってきたんですけど、あんま変わりはなくて、二人が、いおりさんの部屋に、あ、食器の破片取っちゃった。まあ、いっか。取った方がいいんだもんね。だって取った後に、お母さんの下り出して、なんか時間稼ぐ稼がないだもんね。で、なんか二人がいおりさんの家潜入した時に、いつきさんから写真を調べてきてくれみたいなことを言ってなかったっすね。だから写真は調べないの、調べずに来ましたね。多分生徒手帳渡さなかったら。さあ、どうなるかだね。まあ、この辺飛ばしてもいいのかな。で、ここの、あ、難攻ファイオーファイオー。ラスト全力。なんだ、いつもの運動部か。でもそれにしては時間が早いな。いおり先輩は計画して窓を見つめる。しかもやけに近くに聞こえた。いおり先輩は私たちの拘束がしっかりされているのを確認すると立ち上がる。しつこいようだけど大声出したら殺すからね。なんとかなる。大声出さなくても殺すくせに。外の様子を見に来ましたね。むつみさん、今のうちに縄抜けとか関節外しとかできないんですか。そんな映画みたいなことできるわけないじゃないですか。捕獲術は一応できますけど。いおり先輩が戻ってきたら私が体当たりします。その隙にむつみさんは助けを呼びに走ってください。無謀です。成功する確率が低すぎる。じゃあどうするんですか。とにかく時間を稼ぎましょう。
探偵さん、お尻のポケット見せてくれる？あー、皿の破片バレたのか。ここで戻ってきた伊織先輩はむつみさんを乱暴に床に這いつくばらせ、ズボンのポケットから何か取り出す。やっぱりさっきの運動部の声はこのボイスレコーダーに録音してあった声だったんだね。拘束されておきながら器用な。バレてしまいましたか。本当はあなたが罪を自白した際に録音用に使用しようと思って持ってきていたのですが、うちの周囲に怪しい車が何台か止まっていたのが気になる。早く済ませよう。あ、殺される。先輩再びスタンガンを構える。今度こそお手上げだ。そう思い身構えた時、ぶつりと何かが切れる音が隣からした。あ、一応むつみさんが立ち上がる。その手足の拘束はたたり床に落ちていた。お前いつの間に拘束を。あなたが用心深い男で助かりましたよ。様子を見に行ってくれたおかげで時間が稼げた。伊織先輩はむつみさんに襲いかかる。スタンガンを食らわせようとしたその手に向かって、あー、破片を投げたんか。さっき拾った食器の破片、それで手足の拘束を断ち切ったの。取り落としたスタンガンを拾い上げようとした先輩の腕をむつみさんは掴んでひねり上げる。そして、いや、ここまでは同じなんだ。じゃあなんとかなんのか。まあ、かっけえけど、あ、警察官になんのかな。いや、でもそんな、そっか、お母さんのことは知れないからハッピーエンドには向かわないのか。本当にむつみさんに出会えないルートなのかな。あかねにお母さんのこと知らせれないんだもんね、ここは。いやー、まだ息がある。までは同じだ。あかねは結局むつみさんじゃない、いおり先輩と別れないのかな。よかった、ここまで戻ってくるのにまあまあ時間かかったんですけど、このゲームなんか素敵なんですよ。あのスキップ機能があってめちゃくちゃ早く文章飛ばせるんで、すぐ戻ってこれましたね。やっぱこれは言ってくれるんだ。これ陽介がここで言わなかったら、むつみさんはなんか揺らいでたのかもな。まあ二人とも嬉しそうだわ。あ、なんか言う言葉変わる？あー、変わんねんだ。また会えるかな、むつみさんに。で、救急車が来るまでは同じなのかな。あ、同じだね。でも、あかねちゃんのルートがちょっと変わるんだよね、多分。あかねちゃんが、いおり先輩のお母さん見つけるくだりがなくなるわけだから。あ、一週間連絡取れない。あかね、あかね、どこで何してるの？せっかく未来のあかねは助かったのに。もうあんな未来に怯える必要はないのに。あかね。わぁ、失踪で終わんのか。え、冷たく暗い空間の中で乾いた音だけが響く。いくらもがいても立つことができない鎖。足音が近づいてくる。それはいつも私に苦痛を運んでくる。あかね監禁されてんのか。うわ、地獄かよ。今日はいい子にしていたかな、あかね。もうこんなことやめて家に帰して。うわ、最悪だ。あかねが悪いんだよ。俺と別れるなんて言い出すから。俺のせいつうか、いつきちゃんのせいか。誰に吹き込まれたの？いつきちゃんかな？いた！ちゃんとしつけができるまでここから出さない。あの人みたいに俺を置いていくことがないようにしっかりしつけられるまで。綺麗な髪だね、あかね。愛してるよ。髪の毛だけは愛してねえか。バッドエンドさん、変えられぬ未来。ちょっと早まっただけだもんな、あかねちゃんの不幸が。というわけで、未来鏡全エンドようやく取ることができましたね。おまけ見てこ。私真犯人みたいになってる。これなんだろう。うわー、一番悪いやつ見ちゃった。コンプリートおめでとう。 ありがとうございます。やった、めちゃくちゃいいイラストですね。あー、もう全部見たかな、ここら辺は。じゃあまあここら辺はいっか。これ何？
あ、エンディングリスト、ハッピーエンド、バッドエンド、3つ取れたね。よかったよ。くどいより、幼少期に両親が離婚し、父親に引き取られる。自分を置いていった母に依存しており、顔は覚えてないため、母と同様の茶髪で長い髪の女性に執着している。そのため彼女が離れていこうとしたり、髪を切ったりすると豹変する。えぐ。唯一残った母の後ろ姿の写真をいつも持ち歩いている。いつぎとあかねの友人で同じ部活、見た目のコンプレックスから恋愛に奥手であったが、10年後は積極的に行動できるようになる。よかったね。笹原美奈子、いつぎ先輩と同じ部活の先輩で、いおりの元カノ。茶髪で長い髪をいおりに気に入られて交際したが、髪を切った途端にひどい扱いを受けたため別れた。その腹いせをするためにいおりが大切にした写真入りの手帳を盗んで持っていた。そういう意味なんだ。有明あかね、ふわふわした生活のちょっぴり不思議ちゃん。語尾が間延びした喋り方が特徴。いつきから10年後について聞いた後、いおりのことが大好きだったからこそ彼と別れ、彼と母親が話す機会を設けて、現在と未来のいおりを救おうと決心した。素敵だね。自分をひどい目に合わせたやつを救うんだもんね。ひいらぎいつき、進路に悩む青春真っ盛り、明るくさっぱりした性格。あかねとは親友で同じ吹奏楽部に所属している。くどいおりと付き合った人は嫌がらせを受けるという噂を聞いており、付き合うことになったあかねを心配していた。寝相が悪い。あ、寝相が悪いよ、お母さんが。ああ、なになになに、なにここ、なにこれ、怖い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 。10年後と10年前を行き来するときなんか光ったりするんですね。なにこれ、怖いわ。この猫は林川奈緒、ペットトリマーとして元気に働いている。婚約中の彼氏もいる。あ、そうなんだ、素敵じゃん。エンディング後は茜が見つけてきた母の連絡先を使い、母と対面する。そのおかげでその後交際した女性に非道な行いをすることはなくなった。でもお前が今までやってきた、ああ見ない見ない、いや十分十分十分楽しんだわ。お前が今までやってきたことは変わんねえからな。え、ああそういうことね。リク、陽介と同じ大学の友人、むつみの事務所でアルバイトしている。洞察力が優れており、むつみからも一目置かれている。根気があり努力家のため調査向き、思ったことを誰かで構わず言ってしまうのと、愛想笑いができないのがたまに傷。リクとは同じ大学の友人、むつみの事務所でアルバイトしている。明るくムードメーカー的存在、コミュニケーション能力が高いため、聞き取り調査向き。飽き性でちょっとおバカがたまに傷。田舎の出のためオートマはもちろん、いろいろな乗り物の免許を持っており、調査の際は運転役を務めることが多い。すごいね。いつきのことを姉のように慕ってる。なんでなんだろうね。灰谷むつみ、警察官であったが汚職の濡れ衣を着せられ、懲戒免職となり、現在は事務所を構えて探偵をしている。茜の依頼を調査中、邪魔に思ったイオリにイツキと共に小屋に監禁される。イツキの寝相の悪さによる蹴りで目を覚ました。あ、そういうことなんだ。燃え盛る小屋から抜け出すことができた。あ、そういうことね。なんで一人の場合死んじゃったんだろうって思ったけど、イツキちゃんの寝相の悪さがここまで響いてくんだ。素敵。言葉遣いは誰に対しても丁寧だが、短期で腹黒い部分があるため、よくイツキに、狐男友達がいないとからかわれる。リクと陽介からは慕われている。わあ、めっちゃ綺麗な女性になってる、あかねちゃん。両親に婚約の挨拶に行く前に髪を黒く染めたことで婚約者のいおりに監禁されてしまう。ロッカーに押し込められていたため、過去の彼女は棺桶と勘違いしていた。エンディング後はいおりとの関係もなく、元気にエステサロンで働いている。いつきとは離れていてなかなか会えないが、変わらず親友である。そっか、でも髪染めなければいおりのそういうダークな部分を気づけなかったって思うと怖いね。いやー、いつきちゃんマジ可愛い。母の言い分もあり、安定した将来を漠然と目指していたが、エンディング後は灰谷事務所で補佐として、むつみ、りく、陽介と共に働いていくこととなる。働かせてくださいと最初に訪問した際は当然のようにむつみに門前払いされたが、メロンパンを餌に3日3晩玄関先で粘った結果、しぶしぶ承諾してもらえた。すごっ。むつみをからかったりちょっかいを出しては倍返しされる。事務所の朝は甘いバターの香りと二人の小競り合いの声が名物となっている。あー、よかったな。素敵な未来を歩んでんのかな、一応。というわけで、全エンド取れてよかった。いや、とても素敵なゲームでした、本当に。結局、みんな幸せになったのかな。ハッピーエンドの方は幸せになってるんだもんね。
いおりさんも一応幸せにはなってるんだもんね。いやーなんだろうね。まあでもいっか。いやいや、いつきちゃんが幸せならいいわ。いつきちゃんとあかねちゃんが幸せならそれでいっか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。気になった方はぜひやってみてください。